こんにちは、グランピー清水です。あ、こんにちは、グランピー池田です。今日はちょっと山の中からお届けしてまして、池田くんがここ1、2週間ものすごくマウンテンバイクに興味津々 で、ちょっと走り方を教えてほしいと、はい、いうわけで山にやってまいりました。はい、池田くんがこう山を走る中で、はい、不安なことって何ですか？山道をこう下ってる時に、ね、木の根っこが道にですね、はい、ピッと出てきたりして、はい、それがですね乗るとすごい滑るんですよ、はい、特に雨の後とか、ね、ああいう時って濡れてたりすると、なんでそこを安全に越える方法を知りたいです。はい、わかりました。なかなか木の根っこ僕も嫌いなんですけど、とりあえず今日は今からここのこのルートですね、取ってもらっていいですか？ぐるっと回ってその木の根っこを取ってもらえるとこんな感じの路面があります。ここをちょっと走ってもらいます。池田君、これ、はい、これは怖いですか？いや、これやったらなんとか。早速、はい、そうですね。とりあえず行ってみましょう。はい。ちょっと行ってみます。ちょっと待ってくださいね。はい。では行きます。よっ。これやったらなんとかこう。これやったらなんとか。はい。はい。もうここはなんともないっすね。これは今見てもらったみたいに、これぐらいだと普通に行ってもらっていいです。で、注意点としては木の根っこがあるところはなるべくブレーキかけない。ブレーキかけない？ブレーキかけない。この今日ドライなんで全く問題ないんですけど、濡れてたりするとブレーキかけたら滑ります。これがこう、はい、っとこう、はい、滑るので、基本的にはブレーキは減速はもう手前で終わらせて惰性でいくみたいなのが安全です。これはまっすぐ、はい、このなんていうかね、垂直にまっすぐ行く感じですか？そうです、これは全部そのまま行ける配置なんですけど、基本的にはできれば根に対して直角に入っていくのが一番いいですけど、そうじゃない場合の方が多いと思うので。で、あともう一つのポイントは踏ん張らない。踏ん張らない、はい、怖いとちょっと踏ん張っちゃうんですけど、だからもう脱力って感じ。脱力して、はい、もうはーってこう踏ん張らずにいく。なるほど。そしたらもう滑りにくいです。上をトトトトトっていくような感じですね。ちょっと、はい、あのやつ越えてもいいですか？はい。これ音声入ってんすかね？池田くんの声とかも。微妙。これを踏ん張らずに、はい。ある程度のスピードはいります。スピードがあった方がいい。はい、スピードがあった方がいいですね。ブレーキはかけない。ブレーキはかけない方がいいです。何回も、はい、こういう感じですか？そんな感じです。はい。で、基本的にマウンテンバイクは下りはもう全部腰浮かします。腰を浮かす、はい、サドルに座らず腰を浮かしてた方がいいです。こういうことです。はい。よし、腰を浮かしてブレーキをかけずに、はい、まっすぐまっすぐ踏ん張らない。まあ、そんな感じです。はい、今でもサスロックしてませんか？サスロックしてました。フルサスの場合は
もっと楽に行けるはずなので、もう一回最後、はい、なんかなんか跳ねてんなと思ったら、あーなるほど、全然違うだいぶ楽なはずです。はい、でハードテールの場合は今のサスのやってくれる動きを自分でやらないといけないので、ちょっと難易度が上がる、そうですね、やることは増えるという感じですね、自分でやることが。なるほど、はい、こんな感じです。わかりました。であと、まあ、例えばこう、このここでもそうなんですけど、横斜面じゃないですか、はい、斜面怖いなと思うじゃないですか、はいはい、そういった場合は見ない、見ない、はい、こっちですか、見ない、行くとこだけ見るっていうのが、ああの基本的に見た方に行くんで。なるほど。そしたら目線はなるべく下じゃなくて前、前、前です。前で、あのできれば遠く見すぎてもいけるんですけど、あのこうなんていうんですか、見てそこの判断できるぐらいの距離、対処できるぐらいのちょっと遠く、ちょっと先を見る。見て、はい、真下見てもダメなんで。了解です。なんで行きたくないところは見ないっていうのが。わかりました。あの根っこがここ横になってるんですけど、はい、ここ斜めとか縦のところもちょっと怖いんですよ。はい、そこも教えてもらってもいいですか。あれはですね、もうちょっと高度になります。あの連続してると難しい場合あるんですけど、ホッピングというか抜くんです。あの、うん、はい、ふぐっと一回手前で、手前でガンって踏んであげると、その反動で荷重抜けるんで、それ抜けるところを合わせていくという感じ。なるほど。と滑りにくい。はい、はい、ですね、次はコーナー、コーナー、はい、ですかね、はい、こういう、まあ、ダートのコーナーはこうアスファルトに比べてだいぶ不安定で滑りやすいんで、うん、まあ、コーナー、まあ、簡単な感じですね、ガチなコーナーというか、安全に、安全に、はい、いけるためにはどうすればいいかということ、はい、はい、をやってみましょう。はい、はい、で、まずですね、やってほしいのが、はい、特に下りですね、はい、は椅子高いと怖いんで、はいはい、でその怖くないポジションで慣れていくっていうのも一つのポイントなんで、あ、なるほど、はい、乗りやすいポジションで行くっていうのがポイントなので、これドロッパーポストついてないんで、はい、あのちょっと下げます。はい、はい、はい、そんな時に役に立つのがこのグラナイトデザインの工具、これ何でしたっけ、これロックンロールツールですね。でコーナーを最初曲がるとき、あ、は、はい、サドルをちょっと低めがいい、低い方がいいです。もうコーナーだけというか、その下りですね、うん、あの山の中走るときは低い方が、うんうん、足がつきやすいということですか。そうそうです、あの体の自由度が上がるの で怖くないし、で慣れてきたらサドルを上げていけばいいです。うんうんうん、なんで普段乗るときは移動はまあ高くしていって、はい、で山入って、や、山登って下りになったら椅子下げるっていうのが、はい、なるほど、はい、いいです。ドロッパーポストがついてれば、はい、そんなことしない、なおいい、手元だけでできるんでなおよしです。それでだいぶこんな感じ、はい、そんな感じですね。足が、両足がつくぐらいから始めたらいいですか。はい、はい、よし。あのカーブを曲がる時の、はい、こうコツというか、コツはまあ、よく目線というじゃないですか、はい、目線見た方、まあ、さっき僕も見た方に行くって言いましたけど、はい、基本的に見た方に行くんで、目線はもちろん向けてほしいんですけど、はい、目線だけ、頭だけ向いても曲がらないんで、肩から全部、なるほど、上半身全部全部行きたい方向向けるみたいな感じです。これをこうこう基本で、マウンテンバイク二輪は基本的にハンドルで、ハンドル切って曲がるんじゃなくて、はい、バイクを倒して曲がるんですよ。はは
右に曲がりたい場合は右にこう倒す、はい、で別にハンドル切らなくてもいいです。ああ倒せばいいです。なるほど。左に曲がった時は左に倒すっていう感じになっていきます。で、まあ、こう無理になんて意識してやらなくていいんですけど、こう行きたい方向に全部体を向ければ自然に倒しながらですね、はい、ああなんかこう勝手に手がこうなりますね、はい、なので、で基本的にあの手離してもらっていいですか、はい、自転車降りてもらっていいですか、はい、で傾けるとあのハンドル勝手に右に曲がります。ああなるほど。勝手に行きたい方向にハンドル曲がるんでそれに任せてあげれば基本的には OK です、うんうんうん、で無理にハンドルこじったりしない方がいいです。であとは体を向けて膝も行きたい方向に向けるといいです。ちょっと右に曲がりたいときは、まあ、両膝行きたい方向に、はい、こういうことです。はい、膝を向けてあげると特に外側の膝をフレームに当てるぐらいの、はい、外側こっちやったらこっちってこと、はい、そうですね。右コーナーだったら左足をフレームに当ててこういうこと抑え込むみたいな感じですね。走ってたらこれもうこっちこうなってますもんね。そうです。なるほど、はい、これをだから目線、はい、目線、まあ、体全体で行きたい方向に目線こう、あ確かにオーバーなぐらいです。目線で結構たまにこう頭だけでこうなっているんであれすごくかっこ悪いんでこう体全体で、はい、でも確かにこう目線体で、はい、足ってやったらもうこうなりますね。はい、そうなんだ曲がる、はい、曲がるしかないっていう。であとはもう一つ後ろ荷重がいいです。後ろ荷重、はい、後ろ目に、はい、で腰浮かしてもらって腰をちょっといっぺんに言うとあれですけどだからこれで、はい、基本的に腰は浮かした状態でこれで、はい、走ってないとあれ難しいです、はい、静止状態難しいですこっちはあの足乗ってるとして、はい、これでこうなってるわけですね。そうですでこっちに向いて体向いて、はい、膝やったらこう、あ確かに行きたい方向に行きます。なるほどな面白いなちょっと、はい、行ってみましょう。じゃあ、はい、向こうからちょっと走っていきます。はい、お危な危な危な落ちよったびっくりしたはい、まあ、もうちょいスピードあった方がいいかもしれないですね。はい、膝でもあのもうちょいスピードがないと多分これあのはい一個気づいたことがあるんですけど、はい、これ足どうしたらいいですか。こっちが足、あ基本的には平行がいいです。平行がいいです。で、はい、こうやる感じですか。そうです、はい。でこっちの方がいいです。あの右と前あの左はどっちでもあのやりやすい方向あるんで、個人で違います。なるほど。でスピードが上がってきてその平行のままじゃちょっと不安だなって思ったら外側の足を下げて踏ん張るみたいな感じですね。外側の足を下に下げて こっちに曲がるときは、はい、そう、はい、こういうことですね。膝を入れてあげれば、あなるほど、こうやってこう、はい、もう一回行ってみます、はい、よし、はいあれですねあのもうちょっとスピード上がんないと倒せないんですよ。あ、なるほど。
スピード遅いと倒すと不安定になるんで、逆に不安定になります。ある程度スピードが乗ってた方がいいですね。これは意識すると難しいですね。はい、もう一回言っていいですか。はい、もうちょい上からスピード出してきた方がいいかもしれないです。了解です。いや、池田くんハマってますね。もうあれ試乗車なんですけど、多分もう買います、あれ。お、いいっすよ、いいっすよ、お、いいっすよ。滑った。あ、そう、一個忘れました、言うの、はい、コーナーリング中はブレーキかけない方がいいです。あの、コーナーの手前で減速しきってが一応セオリー。はい、ブレーキしちゃダメです。もう取ってもいいっすよ。はい。ブレーキはしちゃダメなくて手前で終わらしとくっていう。行きます。はい、 OK です。でもさっきの方がなんか勢いがありましたね。どうでしょうか。まあまあ、でもまあいいんじゃないですか、安定してて。でもうちょっとこうスピード上がってくればもっと膝入れたり、あ、なるほど、はい、すれば。いやいい勉強になった。こんな感じですかね。とりあえず、いや、でもあの下るときにすごい頭がフル回転して、はい、なかなかあの、はい、顔はこわばりますね。慣れてくるとにやけてきます。にやけてくる、はい、なるほど。慣れてくるとどんどんこう処理能力が上がってくるんで、ああ、路面の状況を確認したりが、はい、今は多分いっぱいいっぱいだと思います。慣れです。慣れも大事です。慣れで、はい、繰り返し。了解です。やるのが大事ですね。わかりました。これはもう一個一個細かく分けて聞きたいですね。そうですね。了解です。はい、では、また今日はあれですね。根っことちょっと簡単なコーナーですかね。はい、はい、を、教えてもらうと。番長に教えてもらうと。続くかもしれないです。あの、いいねがたくさん来たら、はい、続け。でもスクールみたいなのもなっても、はい、いいかもしれないです、ね。どこでやるかなんですよ、ね。そうですね。はい、そこがちょっといろいろ問題点がありながらという感じです。確かに。わ、はい、かりました。今日はありがとうございました。ありがとうございます。はい、では。また。